本日リボンが監督です。スシよっ、はい、来ました、はい。まあ、本日はねオープン戦ということで、はい、あの練習試合やっていくんですけど、はい、ちょっとまあね正義の方が諸事情により、この人はいません、はい、なので今回まあまあ今俺キャプテンやってるじゃん、はい、けど監督が今日不在と、うん、いうことで正義監督から伝えられたのは本日、はい、リボンさん監督やってもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、ね、正義も、まあ、リボンの采配どんな感じでやるのかなって言ってたんでね、はいはい、どうですかリボン監督今日は。軟式の基本はやっぱりね大きいのじゃなくて、まあ、小さい、まあ、技術が結構大事になってくると思うので、うん、まあエンドランとか偽装とか偽装バントとか、うん、まあ、そういう細かいのもちょっと含めながら、うん、相手にプレッシャーかけつつ、まあもうじわじわと手を取っていくような、いやらしい野球、まあ、そうだね、うんうん、それがやっぱ相手に一番効くからね、うんうん、で今日はねちょっといろんなピッチャー投げさせようかなっていうのは考えてるから、うん、まあ、ちょっといろいろ試しつつ系統で、うん、まあ、アピールする場にしてもらいたいなと思います、はい。まあ、打線も相変わらず打ち強いんでね、はい、はい、ちょっと頑張りましょう、はい、リボンの監督の采配に注目です。はい、そのレッツ SCBC ブ選手のコンディションを見るために監督自らノックを打っています。本日は監督兼選手で試合に出るため選手たちとのコミュニケーションも取っていました。強化試合 STBC 対 ON2B STBC の先発は3期生ハッシー。まずは初回ワンアウト2、3塁の場面、きれいに捉えた当たりはセンター方向へ。これがセンター前のタイムリーヒット、2点の先制を許します。このバッターですが追い込まれてから6球ほど粘られていました。見てわかる通り追い込まれてからノーステップに変えています。新生チームですが徹底された野球をしてきました。先制点を奪われ落ち込んでいるハッシー。ハッシーはかなり緊張していました。そして先制点を奪われましたが、シンジが声をかけ落ち着かせていました。その後は落ち着いたピッチングを見せ、追加点を許しませんでした。オーケー。まあ今の回に関しては言うことありませんもん。もう橋が修正するだけなんで。はい、とりあえず攻撃ね、2点取られてるから。よし、意味ないスイングとか、はい、対応なし。オーケー。しっかり情報盗んで。もう一個一個返しよう。よし。オーケー。相手の先発ピッチャーは130中盤のまっすぐに多彩な変化球が武器。このピッチャーがめちゃめちゃ良かったです。まずは先頭バッター敦也、打った打球はフライとなります。この打球をサードがキャッチしワンアウト。まっすぐに強い敦也ですが、見てわかる通り完全に詰まっています。相手投手の球に勢いがあることがよくわかります。続く鎌田も完全に詰まらされ簡単にチェンジとなります。その次の回はハッシーが相手を三者凡退に抑えます。そして先頭は3期生のバリ、打った打球はぐんぐん伸びていきます。打球は左中間を抜ける長打コース、打った割はセカンドベースを蹴り三塁へ。スリーベースヒットで出塁します。ナイスバッティング。ここで監督の指示は打てです。打球はファーストボテボテのゴロゴロ、号車サードランナーはホームへ向かいますがタッチアウト。このファーストゴロの当たりなら三塁ランナーのスタートが良ければ1点は確実。野球は1点が勝負なので、こういった細かいプレーも確実に成功させたいところ。続くヒロトはフォアボールで失礼します。打席にはリボン監督、注目の打席でしたが結果は空振り三振。3回からバリがマウンドへ。バリも相手打線に捕まります。得点圏にランナーが置いた状態でこの打球がセンター前へ。この辺りで一気に2人が帰り点差は4点差に。
その後相手好投手の前にランナーが出ず、やりたいプレーができないリボン監督。しかしこの回に STBC 打線が見せます。まずルイ出てこない、はい、ジャイアンツ仕掛けられないからこっちも、はい、とりあえず長く行こう、はい、最後、はい、この回の先頭バッターはヒロト。打った打球はレフト前、ヒットで出塁します。え、ピッチャーだ、ピッチャーじゃない。続くバッターは先発投手だった3期生ハッシー。臨時代走でリボンが出場していますが、打った打球はぐんぐん伸びていき左中間を破る長打コース。リボンは一気に三塁へ。三塁のチャンスを作ります。ナイスバッティング。このチャンスに主砲アツヤ、打った打球はぐんぐんとこの打球も伸びていきます。左中間を破る長打コース。ランナーは一気にホームへ生還します。このアツヤのタイムリーで2点を返します。しかしその後は追加点を奪われ、打線は好投手の前にランナーを出すも無得点。結果は6対2で敗れてしまいました。ということで STBC 対 1-2-B さんと試合やったんですけど、6対2で、まあ、敗戦ということだったんですけども、はい、今日の 1-2-B さんのピッチャーの熱戦パスの方だったんですけど、めちゃくちゃいいピッチャー で完全に、まあ、5回かな、5回にまあ2点取ったんですけど、それ以外、まあ、みんな抑えられて。高校どこなんですか？春日部高校って県立のところで。埼玉でやってたんですね。はい、アセはどうだったんですか？いや、もう普通に綺麗なまっすぐを放ってる印象が、最後ちょっと抜かれた変化球で最後のバッターになったんですけどね、僕は。まあ一応打ったけどね、まあ一本打ったけど。一応 STBC 打線も今めちゃくちゃ調子良くて、みんな打ってる状態だったんだけど、完全に抑え込まれたよね。最初マジでどうしようかと思って。うん。で、このチームもすごいバッティング良くて、そうね。あの、最近調子良くてバリとか、ヒロトですら打たれたし、僕らの打線見てとか、どういう感じで打ち取ろうとか思ってました？あ、なんかすごい振ってきてたので、高めのまっすぐに手出してくれればなっていう感じの、もう賭けの感じのピッチングだったんで、たまたまですね。あ、なるほど。完全に術中にはまったということで。まあそうだ、はまったってことだよね。大会とかも今出てるんですか？は、特にまだ出てないので、あの、なんていうんですかね、ヨノのリーグに所属してるんですけど、そこの大会に出てるぐらいなんです。結構なんか年齢層も若い印象が。めちゃくちゃ走れて、守備がめちゃくちゃ上手かったよね。守備はすごい安定して、全然エラーしないし、うん、ちなみに一番怖かったバッターって言います？まあ、1番の方。 あと3番の方。あ、1-3、新地厚也だね、やっぱ新地厚也だね。新地厚也が一番怖かったらしいです。今回ね、STBC 相手に投げたエースピッチャー大友投手でございます。素晴らしいピッチャーでございました。素晴らしかったです。監督どうでした？いや、いろいろ動かしたかったんですけど、正直動かす場面を作らせてもらえなかったんですよね。あの、そのサインを出したくても、もう2アウトとかなかなか動かしても意味ないなっていうところなんですよ、結局。でさらに点差も離れてて負けてるのところなんで、どうしてもランナー貯めたいし、なってくるともう無理に動かしてもリスクが高い場面しかなかったんで、まあそうだね、本当にいいピッチャーだったね、マジで。いや、めちゃくちゃいいピッチャーだったね。うん、関東大会負けた後でね、まあ、こうやって本当は練習試合とか負けちゃいけないんだけど、まあ、完全に今日はピッチャーに抑え込まれました。結成してまだ 2,3 年目って話もしてたんで、そうそう、ピッチャーもマックス130中盤ぐらい出てた、うん、まあでもそんぐらいは出てたよね。でもね、そうだね、今すぐだったね、力あったし、伸びもあったし。まあ、でも今後やっぱり僕らが上に上がっていくってなってくると、こういうピッチャーに当たる確率がやっぱり高くはなるので、まあ、どう勝っていくかっていうのが課題ですね。そうだね、だからやっぱりそういう時にフォアボールが大事になってくるから、まあ、ちょっと今日はね、早打ちとかフライがどうしても多かったから、やっぱり長く粘り強い、まあ、バッティングとかが必要なのかなとは思ったね。まあ、またね、強化試合だけど、まあ、年末、まあ、年末までずっと試合あるから、はい、そこをちょっと切り替えてみましょう。はい、来年のね、まあ、大会に向けて STBC も強くなっていきますので、これでもよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価、通知登録のよろしくお願いします。お願いします。それでは次の STBC でお会いしましょう。バイビー。バイビー。